こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、ベン・アフレック監督作品エアーですね、これ見てまいりましたんで、ネタバレなし、ネタバレありで、語っていきたいなと思います。皆さんね、ジョーダン知ってます？ジョーダン、スニーカーのジョーダン、まあ選手のジョーダンでもいいんですけど、マイケル・ジョーダンって、まあ僕そんなにね、 NBA とかバスケあんま知らないけど、でもね、有名ですよね。で、野球選手にもなって、その後またバスケに帰ってくるっていうね、そのアスリート人生なんだっていう、もう超型破りな人だとは思うんですけど、はい。でね、その人のモデルのスニーカー、ジョーダンっていうね、スニーカーですね。はい。まあ、バッシュか。スニーカー史上最高のスニーカーだと思ってるんですけど、めちゃくちゃプレミアついて、ありえないぐらいの高値でね、取引されてたりしますよね、ジョーダンって。僕、あんまナイキ入ってなくて、ニューバランス派なんですけど、はい。なんですけど、エアジョーダン自体にはですね、ものすごい憧れがありまして、はい。履きたいんですよ。めちゃめちゃ。履きたいけど、なんか、あんま似合わないだろうなと思って履いてないっていうね、憧れはあるっていう、人間でございます。はい。いやー、やっぱね、ジョーダンのフォルム、めちゃめちゃかっこいいですよね。まあ、スニーカーといえば、スニーカーの代名詞になってしまったね、ジョーダンっていう靴。このスニーカー、このバッシュがどうやってできたのかっていう、話になってますね。はい。で、今回監督がね、ベン・アフレックがやっております。バットマン役だったりとかね。まあ、いろいろやってますけど、もうこの人基本俳優ですけど、監督としてもね、めちゃめちゃいいんですよ。アルゴっていうね、映画があったり、これね、かなり面白い。CIA で映画を作って、こうなんか潜入していくみたいなね、話で結構面白くて。で、まあそういうのもあって、まあ夜に生きるとかね、ザ・タウンとかね、結構、振り幅も広い、アクション映画も撮れますというね。いや、この監督めちゃめちゃ面白い。まあ、アルゴがめちゃめちゃ面白くて、で、その、史実にね、基づいてる作品ってことでね、で、今回もね、史実に基づいた、サクセスストーリーっていうところで、あ、これは面白いだろうっていうね、気持ちで見てまいりましたね。結果ね、かなり面白かった。面白かったし、ものすごいシーンがあって、いや、このシーンはね、スポーツ電気映画史みたいなね、電気映画の中の、名シーンとしてね、多分語り継がれるシーンになると思いますね。すごく、うん、ものすごいシーンがあります。これはね、劇場に行って、確かめてほしいなと思います。っていうのと、あとね、まあ意外っちゃ意外かもしれないんですけど、すごく会話劇、会話映画ですね。電話をしまくります。いろんなところに。ずーっと会話してる。ある種、会話シーンがね、アクションシーンに見えるというか、そのぐらいの緊張感がある会話シーンにもなってて、普通に話してるだけなのに、こんないろんなバリエーションというか、テンションがね、違うんだっていうね、ここのうまさがね、かなりありましたね。あとね、脚本がね、結構ね、あ、いいなと思いましたね。普通に話の流れ。もう上手いし、細かい伏線ですね。この伏線の張り方が上手い。伏線っぽく見えない、ちゃんとね。伏線っぽく見えないものが後々生きてくるっていうのが、ちゃんとした伏線だと思うんですけど、そういうね、細かい伏線っていうのが、めちゃめちゃ多くて気が利いてるなと思います。そういうところも上手いし、あとね、演説、もうものすごく、大事なね、演説をするシーンがあるんですけど、ここの演説の、まあ、なんでしょう、セリフ回しというか、ここの熱量ですね。ここもめちゃめちゃ良かったなと思います。まあ、ここはね、マット・デイモンの、力量もあると思うんですけど、ここ素晴らしいシーンになってましたね。この作品ね、ワンスアゲイン映画になってるってところも、面白い部分でありまして、全然冴えない、もうどん底、もう倒産寸前みたいなナイキが、どう這い上がっていくんだっていう話になってまして、で、そのね、イズムっていうのが、なんだろ、ヒップホップとも繋がってくると思うんですよね、こういう精神。ナイキとヒップホップの結びつきって今すごい深いと思うんですよね。みんなピンピンの白いね、エアフォースワンを履いたり、まあジョーダンも履いたりっていうね、ところがあって、そういうね、黒人とのつながり、ヒップホップとのつながりもあって、で、さらにこの映画の内容がワンスアゲイン映画になってるってところも、ヒップホップ的精神のつながりがあって、テーマとしても、このカルチャーとしてもこんなに密接に関わってくるんだっていう、これは熱い。めちゃめちゃ熱くなる作品だなと思いましたね。この作品、まあ、スニーカー好きな人はね、絶対見なきゃダメですね、まず。っていうのと、あとは、実話ベースの作品が好きな人、サクセスストーリー系が好きな人ね。これは見た方がいいと思います。本当にね、しっかり仕事映画というね、一面がかなりあるんで、これはね、見応えかなりありますよ。
面白い作品でございました。エアー見た人はね、ぜひコメントで感想を聞かせてもらえればなと思います。で、見てない人はね、まあ、好きなベン・アフレックの映画、まあ、主演作品でもいいです。好きなベン・アフレックの映画か、あとは好きなスニーカーの話でもしたいなと思いますね、はい。ちなみに僕は、ニューバランスのね、990のバージョン3がね、もうダントツで好きです、はい、で、ここからはね、ネタバレありでやっていきたいなと思います。はい、冒頭ですね、1984年ですね。1984年にあったもののモンタージュがね、めちゃめちゃ出てくるんですけど、いや、ここがね、結構この切り取る場面がね、あ、そういう感じだったんだと思って、あ、これもこの年だったんだみたいな感じがあって、結構面白かったですね。ランディ MC がね、この全身アディダスで出てきてるアーシャとかね、あと U2 が出てきたりとか、あれはなんだろう、ウィアーザワールドかな、ライブエイドかな、思ったり、あとゴーストバスターズですね。ゴーストバスターズも84年なんだとか、あとあれ、車はナイトライダーかなと思ったり、あとね、一番、あ、これ84年かと思ったのは、リドリー・スコットのね、アップルの CM ですね。超有名な CM のね、ワンシーンが出てきて、これ84年だったんだっていうね、そういうところがあって、かなりね、面白い、オープニングのモンタージュでございました。で、いきなりね、ここで、バッシュのシェア率のね、なんか話になるんですけど、コンバースが、なんだっけ、59%。で、アディダス 29%、ナイキ 17% っていう、あ、そうなのっていうね、全然知らなかったっすね、これは。マジで知らなかった。だって今やね、みんなナイキ履いてるからね。いや、だってもう、ナイキといえばバッシュっていうか、まあ、スニーカーといえばナイキみたいになってるね、世の中ですから。こんな時代があったんだっていうのをかなり信じらんなかったですね。これはびっくり。こういうところが、電気映画の面白いところでありますね。で、会議に行きますね。解体寸前のバスケ部門の会議。あるんですけど、もういきなりね、ジョーダンの名前が出てくるっていうね、普通にやっぱ有名だったんだっていうね、もうアディダスとね、契約するからみたいな、この絶対無理な状況、このこれをどうやって打開するんだみたいな話に今後なっていくっていうね、これも面白い部分でありましたね。 CEO のナイトはですね、いや、もうバスケはもうダメだよみたいなね、バスケみんな興味ないからみたいなことを言った後に、コンビニに行くとね、あの黒人の子がね、バスケ雑誌読んでて、結構ね、いや、バスケめっちゃ詳しいんですよね、結構。バスケやっぱね、人気ありますよ、というのをここで再確認して、まだ諦めずにね、ここで、やる気を維持していくっていうシーンになってましたね。ジョーダンなんてね、対戦しないだろうってね、言われてたんですけど、そのビデオをね、確認して、ここでジョーダンの凄さに気づいていくシーンがあるんですけど、ここめちゃめちゃ気持ちよかったですね。社長に解説していく感じもね、めちゃめちゃ気持ちいい。ここはこうなってて、あえてここにデコイランでこっちの選手にマーク二人付けさして、で、ジョーダンをフリーにさして、ジョーダンに打たせて決めさせるっていうね、この作戦があったのが、見えるっていうね。僕もね、サッカーすごく好きなんで、はい。サッカーのね、このプレーの解説とかね、ちょいちょい見たりするんで、そういうのを、うん、なんか見てる感じがして、気持ちいいシーンでありましたね。で、ソニーがね、ジョーダンのお母さんにね、直談判しに行っちゃうってね、めちゃめちゃ頭おかしいね。で、あの、お父さん、まあ最初にね、お父さんに会いますよね。お父さんに会ってめちゃめちゃ物腰柔らかくて、おお、もう何でもいいよみたいな、何でもいいよってか、おお、まあ寄ってきなよみたいな感じでね、言ってくれるんですけど、ストレートアウトコンプトンに出てきたドクタードレのね、お母さんもね、結構厳しくて、本当にそういう感じなんだなって思いましたね。本当にお母さん原理主義というか、はい、本当にお母さんが強いんだなと思いましたね。はい。で、ここね、ソニーとお母さんの対話ですね。ここがね、マジでアクションシーンかと思うぐらいの緊張感のある会話シーンになってましたね。ここ良かったなぁ、本当に。お互いのね、序盤のね、どう出てくるんだみたいなジャブの出し合いから、コンバースはね、こう言ってくるよ、みたいな。で、アディダスはこう言ってくるだろうみたいなことをやっていくんですけど、まあここでさらっとアディダスとコンバースをめちゃくちゃディスってんのがおもろかったんですけど、この説得力がある感じと、緊張感と相まってね、ね、かなりいいシーンだったなと思います。で、この辺からね、エアジョーダンはここをデザインしていくんですけど、色の規定量があったんだっていうのはね、全く知らなかったですね。で、ここでね、見せないんですよね、完成品を見せないんです、最後まで。ここもね、うまい、まあそうなるよねって感じだけど、このチラシね、エアいいですね、はい。あと、ジョーダン自身もね、絶対に映んないんですよね。神のごとく
映らない顔がね、ここも良かったと思います。なんか実際ね本当にすごい人だと思うし、なんか中途半端にね似てる人出してもなんか無駄な論争が生まれると思うんで、まあ顔出さなかったのはうまいし、あとそのね結構身長がちゃんとでかく見えるようにローアン気味にね撮ってましたね、後ろから。普通ねカメラってメダカに置いて、まあ目線の高さに置いて撮るんですけど、腰のあたりにねカメラを置いて、身長がでかく見えるように撮ってましたね。プレゼン前夜のねあの作戦会議、円卓で作戦会議してんのもねすごく良かった。あの撮り方もねいや良かったし、みんなのねテンション感が統一されてて、もうやってやるぞっていうねやる気しかないあの感じもねすごく良かった、好きなシーンですね。でそしてプレゼン当日ですね、ここもねいや良かったです、ここ。まあ序盤はね前日に話した通りに進んでいくと、元選手のね黒人のよく喋る、兄ちゃんがね、いやーあのキャラクターすごくいいんですね、もうずっと喋ってる、すごくねいいキャラクターでしたね、はい。ついにジョーダン1出ましたと、うわもうほんと声出ちゃいましたね、うわかっけーっつって、もうマジでかっこいい、映画でねあそこまで引っ張って出てきてもちゃんとかっこいいっていうのは本当に名品だなと思いますね、素晴らしいですねあのスニーカーは。で、まあ、映像を流そうっつってね映像を流すんですけど、ジョーダンの反応を見てね、あこいつ飽きてんなっていうのを見て止めて、でもう緊急で演説すると、これが本当にすごい、いやマジでビビりましたね。このシーンは今年指折りのシーンなんじゃないですかね、すごかったですね。この後実際のね、ジョーダンが辿る映像ですね、これがどんどん入ってくるんですよね。まあゴルフやってる映像だったり、あとはまあ野球のねエラーしちゃってる映像だったりね、バスケの時の輝かしいねゴールシーンもあったりして、非難されてるシーンもあったりするんですよね。その何だろう、ジョーダンがとてつもないアスリートで超大スターになるっていうのを知ってて、でちょっとバッシングもねあったりして、で NBA を辞めてね、でまた NBA に戻ってきてまたとんでもないジャンプをして、ね、決めるゴールシーンとかね、まあ僕ら知ってるわけですよね。ジョーダンの今後の人生をちょっと知っちゃってるっていうのも含めて、あの演説がめちゃめちゃドンピシャにハマって、うわすげーっていうね、このなんだろう、俺たちの存在とかやったことっていうのは忘れられるかもしれない、でもこの靴っていうもの、このスニーカーってものはただのスニーカーかもしれないけど、ジョーダンが履いたことによって、ジョーダンっていう名前がついてることによってもうずっと残っていくものなんだっていうね、こういう話をしていくんですけど、いやまさにその通り、靴の概念も変えたし、ファッションの概念ももう結構変わっちゃってる、ジョーダンっていうものを経てねっていうのをもうなんか知ってるからめちゃめちゃ刺さるんですよね、あそこの演説。その映像のエモさもあって、いやーすごく刺さりました。というかベン・アフレック渾身のね一世一代のワンシーン、超名シーンが撮れたかなと思いますね、はい。まさかの無事契約となりまして、でお母さんとね会話、ここでまたね一悶着またありますと、靴の売り上げの収益を、一部くれというね話になると、はい。ここもねこうなんだろう、こういう規定もね変えちゃったんだと、スポーツブランドと選手の、関係のあり方さえも変えてしまったんだというのが分かりますと。てかもうすごい、本当にすごすぎる、もう本当霧島部活やめるってよみたいな感じなんですよね。霧島出てこないけど、霧島っていうねものをめちゃめちゃ考えるっていうか、ジョーダン自体は結構出てこないんだけど、そのジョーダンの偉大さがねめちゃめちゃ浮かび上がってくるんですよね、この映画。それが本当にすごい。ナイキっていうね、会社も立て直したというか、もはやナイキってもうスポーツブランド一番すごいと思うんですけど、僕はリバプールのユニフォームも今ナイキがやってますけど、本当にね一番売れてる、スポーツブランドだと思うし、まあジョーダンがねそのスポーツブランドと選手とのあり方も変えたっていうのもあるし、でナイキとジョーダンっていうね掛け合わせですね、ジョーダンがナイキと一緒にやったってことで、ヒップホップのファッションアイコンがナイキになったっていうのもあると思うし、黒人のアティチュードになったと思うんですよね、ナイキ自体が、はい。そこまで変えてるっていうのが本当にすごい、ジョーダンっていう人がね、まあ歴史変えてるんですよねこの人、本当にすごい。最終的に本人がいないことによって、より本人の偉大さが見えてくるっていうね、映画になってたなと思います。いやかなりいい映画でしたね。普通にスニーカー誕生談というか、まあ、スニーカーの話だと思って見に行ったら結構食らった映画だなと思います、はい。っていう感じですね、はい。まあ、次回何やろうかな、あんま考えてないな。ビレッジかな、邦画ですね、これをちょっと見てみようかなと思いますね。ちょっと予告が結構面白そうだったんで見てみようと思います、はい。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまたお願いします。